ルイズ・ラブリーはアメリカ合衆国で活動したオーストラリアの女優である。出生名はネリー・ルイズ・コーバス、旧芸名ルイズ・カーバス及びルイズ・ウェルチ。オーストラリアで最初に国際的に活躍した女優である。1895年2月28日、オーストラリアのニューサウスウェールズ州シドニーに生まれる。満9歳となる1904年頃からルイズ・カーバスの名で、 シドニーの舞台に立ち、成長するにつれ舞台女優として成功し、映画界に進出する。1911年5月11日に、オーストラリアで公開された、カストンマーベール監督の100ドイヤーズは g に、主演したのが、最も古い映画への出演記録で、同作の公開当時ルイズは、満16歳であった。同作には、俳優時代のハリー・ボーモントも出演している。 満17歳となる1912年、ミルトン・ウェルチと結婚する。アメリカ合衆国にわたり、ユニバーサル・フィルム・マニファクチャー・リング・カンパニーと契約、カール・レムリの命名により、ルイズ・ラブリーと改名する。1915年、アイダメ・パーク脚本、ジョセフ・ド・グラス監督のファーザー・ーザ・ボーイズで全米のスクリーンにデビューする。 1916年、ユニバーサル参加に制作会社ブルーバード映画が設立され、同社で、ドグラス監督のザグリップ・オブ・ジェラシー、タングルド・ハーツ、恨みの金華、踊り子の生涯、分身美人、ルパート・ジュリアン監督の愛の血統、ジャック・コンウェイ監督の社会の俗、人の力。1917年には、ジュリアン監督の誕生日に主演し、2作を除いていずれも、 日本でも公開された。1919年にはユニバーサルを去り、ショープロダクションや、フォックスフィルム、ゴールドウィンピクチャーズ等の映画に出演する。1922年、エドワード・スローマン監督のシャッタード・アイドルズに出演したのを最後に、アメリカ合衆国を去り、オーストラリアに帰った。1925年、オーストラリアで、オット・ウェルチと共同で監督した。 サイレント映画ジュエルとナイツに主演するが、同作以降の出演記録等は見当たらない。1928年、オット・ウェルチと離婚する。1930年、バート・コーアンと再婚する。1967年、オット・コーアンと死別する。1980年3月18日、タスマニア州ホバートで死去した。没後の20年が経過した2000年。 オーストラリア映画協会は、ルイズに敬意を表し、オーストラリア映画協会賞の愛称として、ラブリーズという名称を採用した。特筆以外は全て出演作である。ありがとうございます。